6月29日水曜日、光幼稚舎でお楽しみ会が行われました。クラスごとに交代で3つのゲームを楽しみます。ご覧いただいているのは年長の上組の園児たち。このクラスは密を避けるためにさらに2つのグループに分かれて行われました。用意された3つのゲームは魚釣り、ボール投げ、くじ引きです。園児たちは好きな順番で体験し、3つ全て終えたらメダルがプレゼントされます。例年この時期には保護者主体でバザーを行っていましたが、コロナ禍で開催を控えることに。しかし子どもたちに人気だったゲームコーナーだけでも開催できればという思いで、このお楽しみ会が行われるようになりました。好きなレゴどこにあるの？そっか。会場には子どもたちの笑顔があふれていました。